速稼塾の久保です。今回はですね、4月に入塾された方の最初の1週間の実績の報告でございます。実は4月にはですね、28人の方が速稼塾に新しく入ってこられました。まあ、平均してみると毎日1人ぐらいが入ってる、速稼塾に参加されてるって形ですよね。そのうちの前回はね、11名の方だったかな、紹介を申し上げたんですけど、今回はね、2名の方、後半で参加された方のうち2名を選抜してというよりも、2名の方がね、私が募集したわけではないんですけども、まあ、実績報告を上げてくださってるんで、そちらの方をね、お二人紹介したいと思います。待望のですね、例の方が出てきます。まずお一人目、お名前、恵子さん。恵っていうのはアルファベットの恵ですよね。恵子さん、匿名、21歳、女性、東京都でございます。入塾した日が4月11日、最初に私の動画を見た日が3月頃と書いておりますね。で、入塾を決めた動画やきっかけということで、書いていただいてるんですけども、例のね、感染症自粛要請が始まった時、まあ、久保さんが風俗店で働く人にすぐに保証することという動画を見ましたと、まあ、それがきっかけになったそうです。詳しいことは書いてません。そこで何を感じたのかってことは書いてませんね。で、最初の1週間の売り上げ、これは速稼塾に入って最初の1週間の売り上げです。9万円くらいって書いてますよね。速稼塾に入って最初の1週間では9万円ぐらいの売り上げが上がったということでございますね。それからこの方のね、ちょっとコメントが入っています。読みますね。女性です。私は性風俗店で2年ほど勤務しています。21歳なんで19歳ぐらいの頃から働いてるのかな。濃厚接触が仕事なので、普段から健康と衛生にはとっても注意しています。まあそうでしょうね。でも経路不明の感染者の中に絶対に数えられていると思います。私もそういうふうに放送しましたよね。パチンコ店のようにバッシングされていないのが不思議なのですが、毎日営業しています。東京の性風俗店、私から見てもそうなんですけども、この方から見てもまあ性風俗店は毎日濃厚接触しながら営業しているそうです。なのにパチンコ屋みたいにバッシングされていないと。確かにそうですよね。性風俗店が営業してますってバッシングされてませんよね。なぜかね、パチンコ店の方ですよね。どちらかというと濃厚接触が売りな、その性風俗店がね、真っ先にやり玉に挙げられそうなんですけども、なんか全然出てこないですよね。まあそういう現象があるそうです。で、お客さんもぶっちゃけ減っていません。普段と同じですということなんで、まあこういうような感染症が流行った時でもね、性風俗店に行く男性のパワーは衰えないということでございます。なんかラジオで岡村さんが、今は性風俗店我慢して、まあこれが落ち着いたらね、可愛い子がいっぱい来るからその時行きゃええやんみたいなこと言ってて怒られてましたけども、いや、今でも全然、元気に営業してるそうです。むしろ普段よりも流行ってるみたいなね、そんなことも聞いてますけどもね。じゃあ文章戻ります。でも私の業界は年齢が早いので、今からビジネスを身につけようと思って速稼塾に参加しました。おお、なるほどね。確かに年齢早いですよ。24歳25歳ぐらいになるともう業界上がってる人がほとんどですからね。今だからね、性風俗業界も、まあ、奥様ヘルスとかは違うんでしょうけども、18歳とか21歳22歳ぐらいまでの、ほんと3年とか4年の勝負なんですよね。そっからはもうなんか OL カフェとかね、もう結構ちょっとこう熟女コースに入っていくみたいで、割とまあ何と言いますかね、なんとなく先のことを考えていかないとなっていうふうに考える女性が多いみたいです。で、それのこと書いてるんですよね。もう21歳なのにもう将来のことを考えて、この業界にずっといたんじゃダメだってことで速稼塾に来ていただいたってことですよね。はい、どんなビジネスをやってるのかってことがちょっと書いてます。これ私もアドバイスしたんですけども、私は40代男性が20代女性にモテるためのおじさん専用ですね、おじさん女の子講座をやっています。あ、なるほどね。おじさま専用の女の子の見分け方とか、おじさま専用の女の子の口説き方とかっていうのがあるんですよ。これ当然ですけども、おじさま専用の女の子、20代前半の女の子を40代半ばぐらいの男性が、まあ、アプローチしていくことによって、これはね、最終的にはお付き合いちゃんとして結婚するところまで行くというコースなんですよ。で、最初はね、不特定多数のおじせん女子にアプローチかけるんで、何人かは
まあちょっと振られるっていう、女の子が振られるっていうパターンなんですけども、まあね、やっぱり40代の男性ともなると今の時期結構できることならば結婚したいなと思ったりとかするんですよね。しかも結婚するんだったら同年代じゃなくてもう若いつもりなんでしょうね、男性はね。40代半ばでも20代前半の女の子しかなんですよ、ターゲットに入れてない方が多いんですよ。だったらそういうマーケットに対して21歳の私が性風俗店勤務の経験を生かして皆さんにね講義をしますよってことをやってるそうなんですよ。これは私はねすごくニーズがあると思ったんで、まあ私も年の瀬だったんですけどもね、22歳の女の子と40代半ばで結婚しましたんでね、まあそういうことを経験を踏まえてこの恵子さんにそれやったらって言ったら、まあノリノリでね、私お客さんもそういうことばっかりなんで、40代とか50代の方ばっかりだから全然私は扱い方に慣れてるよと、プラスそういう方に自分はこうされたら嬉しいのになってことをどん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 これからねモテたい、アラフォーアラフィフ男性に伝えていきたいってことで意気投合して、まずはねリアルで、やってくださってるみたいです。はい、続きです。今は都内の限られた場所でリアルでやっていますが YouTube でもできそうですのでトライしてみたいですということで、 YouTube の方にもね近々入ってくるんじゃないかなと思います。で、追加で連絡が来ました。4月末締め60万円突破になりましたということで、速稼塾に入ったのが11日、4月の11日、それから20日間ほど、なビジネスをやって60万円の売り上げを作ったということですよね。はい、まあ速稼塾でちゃんとやればこのぐらいはそんなに驚くことではないかなと思います。まあこれからも頑張っていただきたいと思いますよね。やっぱりこう21歳の女性がそのビジネスをするっていうのは切り口をね、しっかりと持てばものすごく社会貢献できると思いますしね、問題解決をしてくださると思います。はい、綺麗にまとめてくださいましたね。いやまあ私も最初の1ヶ月で80万円だったんですけども、それに迫る勢いだなということなんで、結構なね、まあやる気の片鱗を見せてくれる女性でした。恵子さん、21歳女性、これからも頑張ってください。では今日はもう一人紹介しますね。お名前 M さん、53歳男性、山口県ということでございます。入塾日は4月15日、最初に動画を見た日は2年前ということで、2年越しの入塾ということですね。2年間ずっと見てくださったんですね、ありがとうございます。で、入塾を決めた動画やきっかけは、まあ同世代気が合いそうですって書いてますんで、私のことがね2年前から同世代で気が合うというふうに評価してくださったんですね、ありがとうございます。で、最初の1週間の売上金額は3万円だそうです。はい、で、コメントが書いてます。椎の木康R シリーズすごいです。上から順番にカリキュラムをやっていますが、速稼塾のコンテンツのたった一部でももうこんなにビジネスの自信と実績がつきました。感染症が落ち着きましたら久保塾長に会いに行きますというふうに書いてくださってます。短くまとめてくださいましたね。文章結構ね上手ですっていうか、私に向けて書かれてるからなんかね気持ちがいいのかな。で、この方もね月末に連絡くださいました。4月末で売り上げは18万になったそうです。ということで今日はねお二人の方を紹介しましたけども、お一人は21歳女性で東京都にお住まい、60万円の4月の売り上げです。もう一人が山口県に住む53歳のね男性で、アラフィフ企業ということになりますかね。この方は4月末で18万円の売り上げを上げたということで、お二人とも次のステップに進んでいただくようになります。やっぱり最初の1ヶ月で初速が最大速っていうんですけども、最初の1ヶ月である程度の結果を出せる方っていうのは大きく伸びる可能性がね非常に高いんですよね。そのぐらい真剣にビジネスやお金や自分の人生のことを考えてくださってるんだろうなと思います。ある方は21歳で人生をしっかりと考える、ある方は53歳でしっかりと自分の人生に向き合う、どの年齢からも始めていければいいんじゃないですかね。はい、ネットを使ったビジネス、本当に、ね、すごくね、私たちの力をすごく増幅してくれます。その使い方がちょっと間違うとやってもやっても結果が出ないということになりますので、ぜひね一人で悩まずに、私の方にねご連絡いただければと思います。では速稼塾これからもしっかりとやらせていただきます。ありがとうございました。